いません、結構きついことやってます。ご来店ありがとうございます。今日はどんな感じですか？前回受けた時に、はいはい、やっぱ足裏だけじゃないなっていうのが分かったんで、はい、ちょっと今回足全体をちょっとやってみてどうかなっていう感じですね。そうですね、40歩あるとももの方までできるの で、ね、はい、やっぱりももも前よく内側が痛かったじゃないですか。そっちの方もやってもらった方がいいかなと思って、はいはいはい、ちょっと40歩のオイルをやっていただきたいと、はいはい、足オイルを取っていただきました。はい、はい、じゃあこれからやりますね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まとめますね。はい、ちょっと熱いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あ、気持ちいいですね。うん、もともとそんな太い足ではないですけどね。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。うん、でもそうですね、形とかちょっとやっぱり比較すると出ますよ、ね、分かりやすいと思うんですよね。いや、出てもらいたい。変わるの足の裏の色とか、あ、はい、まあ、そうですね、肌の全体的な透明感とかそういう感じですね。あ、透明感出したいですね。上げて取った方が良かったですかね、ここね。ああ、全然、はいはい、全然。全然出します。はいはい。全然全然。ああ、ももの方気持ちいいですね。うん、痛いですかね。いや、いいです、全然、うん、なんか、あ、固まってんなっていうのが分かる。そうなんですね。いや、今日これやってよかったですね。おっしゃるようにちょっと横にありますね。おお、来ましたね。全部効くな。おお、おお。
結構きついことやってます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、大丈夫です。あの指抜きの時に比べてます。細くなります。はい。はい、いや、やっぱあの内側は本当に硬いですね、俺も。結構硬いですね。外側もまんざらじゃないですよ。まんざらじゃないですよね。わかります。あ、やっぱやってよかったわけよ、これ。結構、ふくらはぎも大体あるんですよ。こことかやっぱり痛いですよね。あの太ももの内側ほどじゃない、いや、そっち痛いわ。痛いですよ。ここ痛いんですよ。とっても痛いんですよ、ここみんな。痛いけど、内側よりはまだマシですから。あ、そうなんです。内側に比べれば。ああ、でも気持ちいいですね。はい、流れるとね、気持ちいいですよね。なんかここちょっと変だ。アキレス腱のちょうど何のあたりですか？そうです。なんかちょっとねじれありますね。コリか、チリか、なんか倉庫が行きます、すいませんね、じっくり行きます、でも全然痛いです、はい、はい、あグーですね、グーで行ってますね。気持ちいいって感じですね、はい、本当に。いや、素晴らしいっていうか、もう、いや、ずれなくなりましたね。ああ、痛いと思います。来た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 、大丈夫っす、いいっす、いいっす。膝裏でまた痛いと思います。いいですか？あ、うん、はい、はい、膝がゴリゴリってるな、なりますね。あ、でも気持ちいいな、なってるし。もうちょいカメラの位置を高くしていいですか？どうぞどうぞ、全然大丈夫。でももうこれで今すでに伸びてきてますね。いや、本当ですか？はい、あのここが若干左の方があのもうな長いですよ、足が。あ、これで置いた時に。あ、本当だ。わかります。あ、はい、本当だ。すごいすごい。はい、伸ばされました。伸ばされてます。はい、伸ばされてますね。すごい。はい、だって引っ張ってないですもんね。うん、引っ張ってないですけど、伸びましたね。ね、すごいですね。むしろ下から上にね。そうですね。上げてますけど。ね、伸びるんですね、やっぱり。伸びますね。結構。あのこっちよりもふくらはぎの位置がこう下がってるというか、ふくあのいや何ていうんですかね、平たくなってるっていうか、はいはいはい、いや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 、まあ、緊張が抜けてきてるんですよね。ああ、いいですね。いや、これだけ足をじっくりやってもらえるなんて、いいですね。で結構ももとか太いですね。しっかりしてらっしゃるんですね。でもこれでも細くなった方なんですよ。あ、そうなんですね。やっぱ最近はまあ前踊ってないんで。ああ、踊ってるとやっぱ太くなるんですね。ヒップホップだと常にな、スクワットな、あ、分かる分かる、確かに確かに、スクワットだったんで太くなるんですけど。なるほどね、もも筋がつくんですね。そうなんですよ。あの新宿も1年前ですよ、さすがに。うん。